にちは。スピリチュアルの女神です。突然ですが、ライトワーカーという存在を知っていますか？聞いたことがある人もいれば、全く知らないという人もいるはず。ライトワーカーと出会ったことがある人は、きっとツインレイについて調べていたのではないでしょうか？実はこのツインレイとライトワーカーには深い関わりがあると言われています。どんな関わりがあるのか気になりませんか？ライトワーカーの意味を知らない限り、この話は進んでいきません。なので、まずはライトワーカーについて簡単に意味を説明していきます。ライトワーカーという言葉を直訳してみると、光の仕事という意味になりますよね。これは一体どういう意味かというの、見えない世界で誰かをつなぐ役割を担うという意味。ライトワーカーは神秘的なメッセージを、あなたが今生きている人間界とつなぐ役割を果たす架け橋的な存在とも言えます。そんな存在はツインレイとの関係がとっても深いと言われていて、互いに出会いが必要と言われているのです。ライトワーカーになる人の特徴とは、ライトワーカーの人の多くは集団に溶け込みにくい性質を持っています。例えば、学生時代にあまり友達ができず、周囲から浮いている人って見たことないですか？また、自分がそうだったという人も少なからずいるかもしれません。ライトワーカーがこの特徴を持っているのかというと、ライトワーカーの人は小さい頃から自分の人生や生まれてきた意味について考えていることがあると言われています。だからこそ、考え方や価値観が周りの人とは合わないことが多く、話すと変わり者だと思われてしまいやすいのです。ライトワーカーの人は自分のことよりも誰かのために何かをすることが好きです。時におせっかいと言われてしまうほど、人のことを気にかけることが好きです。ライトワーカーというのは、スピリチュアルな世界とこの世界をつなぐ架け橋的存在ともいえ、人の人生を手伝うこと、助けることが使命です。本人たちは小さな頃からそういった使命を感じていることが多く、本能で自分のことより周りの人の幸せを優先する傾向があるのです。ライトワーカーの人は、最初にも話したように、小さな頃から自分が生まれてきた意味などを考えていることが多く、精神的にも自立するのが早いと言えます。そういう人は、やるべきことや目標、進むべき道が見えているので、経済的にも自立しやすいのが特徴的。だからこそ、人々の手本になる姿であることが多く、周囲の人からは、あの人ただものじゃないよね、と一目置かれていることが多いんです。ライトワーカーの人は、周囲から浮きますが、嫌われているわけではないという特徴も、あることを覚えておきましょう。ライトワーカーの人が、自分のツインレイと出会うことで自分の使命に目覚める理由には、ツインレイの存在が自分にとって鏡のような存在だからという理由があります。ツインレイという存在は、同じ魂を半分持って生まれている特別な存在で、自分とかなり似ている部分があると言われているのです。特に価値観や考え方といった部分が似ていて、相手を見ていると、まるで自分を見ているようだと思うことすらあるそう。そんな相手と出会うことで、自分のことを客観的に見ることもでき、本来の自分に気づくこともできるはず。本来の自分に気づくことができるというのは、この世界でやることを見つけるということです。自分にとって
ツインレイの存在は人生を変えてくれる特別な存在と言えますね。人はツインレイに出会うと自分の人生の使命に気づく瞬間があると言われています。これはライトワーカーでなくても一緒です。例えばもし今後あなたが自分のツインレイに出会ったとすると、自分がすべきことに気づけるはず。人生の使命に気づく瞬間は覚醒とも呼ばれていて、今までにない新しい世界が見えてくるのです。もしあなたがライトワーカーであれば、ツインレイと出会ったことがきっかけで自分はライトワーカーだと気づけるはず。ツインレイとの出会いは自分の人生の使命に気づくきっかけなんです。ツインレイと出会うには、まずは自分のことを認めてあげることが大切と言われています。自分のことを認め、自信を持つことは魂の成長には必ず必要となってくるのです。それができるようになると、いつの間にか精神的にも経済的にも自立ができているはず。実はこの自立した状態というのはツインレイの出会いには欠かせないと言われています。精神的に自立していないとツインレイと出会い幸せになるんだと執着の心を持ってしまうからです。だからツインレイに出会いたいと思っている人は、自分に自信を持ち自立する必要があるのです。ツインレイと出会うには、ネガティブな感情を抱かないことも大事と言われています。先ほども少し話しましたが、ツインレイと出会うには自分に自信を持つことが必要です。こういう感情が持てると前向きになり、自分のやるべき道も見えてくるはず。生きていると人生の理不尽さやストレスを感じてしまうこともあると思うのですが、できるだけネガティブな感情は抱かないように。大事なのは常に前向きな気持ちを持つことです。するといつの日かツインレイと出会えるはず。もし今この動画を読んでいて、自分はライトワーカーではと感じている人がいるとすれば、ぜひ動画で紹介したことを試してみてください。ツインレイと出会える可能性も高くなりますし、何より人生の使命に気づくことができるはず。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。